こいつが一番遠かったんやってか。へぇ。いや、怖い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 。あ、なんだこの特攻隊みたいな男。男じゃなかったよ、キヒ。銀河鉄道強くねっつうか。わぁ、世界旅行ゾンビじゃないですか。え、でも銀河鉄道使ったらええんちゃうん、それ。な、じゃ銀河鉄道使ったらいいだけの話でしょ、だって。ね。めっちゃ強いじゃん、したら。うわぁ、いいな銀河鉄道。超いいカード引いたやん。意味ないよ、それも。意味ないよ。銀河鉄道次のターンお前がどうせ使うだろうぜ、終わりだよ、それで。はい、終わり。はい、おしまーい。くんなよ安い、ほんで。貧乏神の方が強いじゃん、こんなん。ゴミカスだな、俺。あいつクズだぞ、マジで。すげえ、単純なクズいるな、今。カード買っただけ損するなぁ、これなんか初手。いや、でもそんなことはないのかな。最後の賞金次第だな、ガチで。なんかありますよね、そういうなんか賞金的な何かしらが。じゃなかったら僕切れますわ。イラクリオンって上からじゃなかったっけ？だからこれね、何 ?13 マスって表記は表記でもさ、例えばここの13と、バリケードがあるこっちの13とで全然話が違うからね、だって。ここがだって繋がってないもん、ほら。だから、こっちから行くしかないんですよ、これ。イラクリオンってここじゃなかった、ほんで。ほんだよね。だから13、表記は13だけど、これダメだよ。だからほんとはここがいいんだよ。ゴマとか、ダルエスサラーム。ダルエスサラームってなんか響きかっこいいね。とか、そういうのだよね。アンツイラナナもまあ悪くないかな。この3つなんですよ、やるとしたら。まあでもここのさすがにちょっと世界旅行いるから、ちょっとこれ避けますね。はーい、ヨハネスバジオ避けます。はーい。さすがにあれ銀河鉄道使ってくるんちゃうんかな。使わないの？一番使うタイミングじゃん。使えよ、お前。なんか世界旅行ボンビ無効化できるんですよ、銀河鉄道いるときって。確か。ちょっとさ、行って人間にしてさ、銀河鉄道を連れてってみてもいい？これ。ちょっとこいつにハンデになっちゃうけどさ。ちょっとやってみたいわ、シンプルに。え、近っ。あー、アテンションプリーズ。よかった。よかった、なんだそれ。ちょ、怖いじゃん。やめて、そういうことすんの、ほんとに。ドス A じゃなくてさ、いや、ほんとに。びっくりしたわ、今。近っ。3億7000円なんて安いなぁ。じゃあ、銀河鉄道使ってみていいっすか？こいつ一瞬人間に変えてさ、どうせ勝つから俺が。うん。お前ら弱えよ。ちょっと銀鉄使ってみたい、普通に。この状況で。わぁ、強い！熱気球だ。いいな。ちょっとやってみていいっすか？あれ、銀河鉄道そう、俺やってみたかったんですよね。ちょっと一旦だけ人間変えさせて。でも、この目的地あいつにあげるわ。だから、ちょっと目的地入らないから、省エネしたい。省エネします。いらねえ。エンジェルとか欲しかったな、せめて。ちょっと使ってみたかったんですよね。やってみていいですか？はい。ちょっと使ってみたかったんだよ、これ。ちょっとごめんね、陽気日。俺が乗っ取って。でも銀河鉄道で損することはないでしょ。少なくとも。ね。少なくとも損はしねえよ、これ。絶対。そう、世界旅行ボンビーをね、銀河鉄道に連れてったらなんかね、あいつ動かないらしいんですよ。知らないんだけど。うわ、ちょっと気になるんだよね。ちょっとこれ気になってたんだよ。どんな感じになるんだろう。ちょっとセリフ飛ばさないで一個一個ちゃんと読みましょうかね、今回は。これサムネだな。はい。そう、こいつ連れてったよ、ほら。はい。銀河駅、まあ5倍はいいとして全然もらえないからね、それはね。はい。地球に戻るまで羽休めどすえ。ほら、何もしないんだよ、こいつ。初めて見た。世界旅行ボンビ銀河鉄道連れてったら、そう。友達のピーヤちゃんが出してたよね、これね。俺もちょっとやってみたかったんだよ、これ。うわ、嬉しい、これ。うわ、見れた。やっと見れたわ、なんか。嬉しい。はい。カード買ったからね。でもカード買った割にはあるな。そうしたら、61億ってね。やっぱ目的地2回入ったからか。うん、まあ、カード買ったからね。そりゃね。うん、まあ、それはね。はい。というわけで、カード買ったらこんな感じですよね。って感じです。はい。では、続き行きましょう。で、まあ、あいつ銀河鉄道連れてってあげたから、ちょっと俺の優しさでね。はい、連れてってあげたから、はい、お前、陽気日に戻れ。はい、バーカ。で、まあ、アスマラ？これ。これはもうあいつに入らせてあげましょう。うん。あいつ先輩入るから。よいしょ。どうしようかな。カードなんか引くか。ブー！
つえ、つえ、待って、じゃあ全然ええやん、こいつ入らせなくても。サミットあるならもう俺入っちゃってさ、サミットでいいやん。あ、戻った、危な、羽休めどすええや。うわー、羽休めどすええ、見れてよかったな。え、全然入っていいやん、したらあいつあと十何歩であるでしょ。じゃあもういいや、普通に入ろうぜさっきまでのどこ行ってん。27行ったわ出目がいい、さっきから普通に出目がいい、単純に出目がいいわこれ。はい、え、もう8カ所中3カ所入ってよ、言っちゃえば。もうこっから優勝候補圏内でしょね、すでに。はい、5億7000万全然もらえない、全然もらえない。あ、スペシャルでかい、それはでかい、俺の声が超音速。うわー、助けつかいらないか、こうなってきたら妨害いらないな。はい、ビリね。ライトニング、じゃあさすがにでしょ。あ、星神2枚いらなかったかな、まあいいか。うわ、でけえ、ハノイ、またなんか変なとこになったなこれ。はい、オッケー、またバリケードや。あ、あいつ独占してる場所やん、どう行くのこれ。はい、そこダメ、下か今度は。あ、そこもダメ。あー、めんどくせ、めんどくせ、めんどくせ、上から行けってことか。なるほど、じゃあ日本からスタートが多分一番いいんだろうねこれね。てか銀河鉄道が一番強いよこれ、当たり前だけど銀鉄強いよこいつ。5月でも5月でしょ、だから6、7、8月の銀河駅がもらえないように今サミット使うのが本当はいいんだろうなこれ、知らないけど。でサミット使っても赤黄色の順で来るから俺には貧乏神つかないもんね。だ、使ってもいいよねサミット、全然ね。これは普通に引きが良かったな。一応星飛び見る、これでいいのがあるんだったら。秋田とかないね。まあ6年都市が正直でもあるから、これで東京でいいもんね、東京とかでいいもん。あ、香港の方がいいのか。あ、てか香港で2パンじゃないの俺これ確定で。ほら香港2パンやん、スペシャル使ったらええやんこれ、2パンじゃん。じゃあだったら給油駅行きたいけど、給油駅なんてこの辺ないもんな、全然。いつものマップだから給油駅が全然ないっすよね。それこそここだよな、ここなんだよ、そう、入った後にここなんだよ本当は。なんだけどそれだと6大都市が意味なさないから、どうしよう、どうしたもんかな。だから本当はここでね、武漢とかこういうのだよね、太原大原、ちょっとわかんないけど読み方が。あと秋田ね、うん、この辺行けたらまあベストっていうか、まあいい感じになりますよね。ただ星飛びにそのラインナップが残念ながらなかったので、香港でも全然いいんじゃないかなと。あいつなんか全然ずっとワンサイだしな。ただ2ターン使うから、あいつが万が一入るのを危惧するんだったら今打っちゃうべきだね。今打とう、 OK、 まあ、これでちょっと黄色も来てくれるかどうかだな。そうじゃなかったらただ自分に貧乏が見つけた人だからねこれ。頼むよ黄色、オッケー、よし、当たった。よし、オッケー。サミットかわされることあるからな、最近の作品って。昔は必中だったんですけどね。うん。オッケー。よし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 。15の時とかめっちゃ不安だったんだよな、サミットカードな。その時までぴったりとかなかったからね。貧乏神付けとかですごい重宝してたんですよ。懐かしいな。この辺でも多分次目的地になる可能性かなり高いから、なんだろう。星飛びぐらいでバッて行って、本当は給油駅泊まりたいんだけどななかなかそれも厳しいよね。チャット行きたい。ハガンニャ12マス。ハガンニャってどこだ、これか。あ、見事に見事にバリケードがありますけど、ただ飛ばないことにはあかんよねこれね、この場所は。いや、ぶっちゃけね、香港行くじゃん。香港からのスペシャルで絶対入れるんですよ、これ。言っちゃえば。うん。ただね、次の目的地が、アフリカあたりになる可能性ってめちゃくちゃ高いでしょ。だって救援物資を届けろシリーズって確か。ね、候補結構この辺多いもんね。確かね、あんまりわかんないんだけど。いやー、もう切れかけなのかな、6大都市が。これめちゃくちゃ強いんだよな、普通に。しょうがない。行こう。行って、ちょっと、あんまりなんだろう、ワンサイしたくないけど、ワンサイしようかな。
本当はスペシャルで絶対入った方がいいんだよ、これ。絶対入った方がいいのよ。なんだけど、こいつらの居場所が悪いんだよな。もうちょっとこっち側来てくれたらいいんだけど、せめて。キング。しょうもな、お前の人生。お前の人生、しょうもな。クズだな、おめえは。ちょっと一旦待つか。うん、一旦待とう。ちょっと怖い。絶不調あったな、今。絶不調ちょっと欲しかったな。早く動けよ、カスのもがや。どうせそっちからは入れねえんだからよ、これ。コンピューターこれバカだわ。これは、これこそ人とやりたいなぁ、思ったのは。うん、これこそ人とやりたいね。こんぐらいの距離やったらええんちゃう。3。オッケー、入ろう。届けたで。あの、えげつない父のカメラ持ってるお姉ちゃんは何者？はい、6億。全然もらえねえ。全然もらえねえもん。でもずっとビリで入ってるからカードもらえていいな。音速はいらねえけど。モンテー。ああ、その辺！うわあ、なんか予想外のとこ来たな。メキシコ。なるほど。うわ、フェリーから行けってこと？ゴミみたいなルートだな、おい。100枚乗ってるやないと。アメリカの方か。で、上からも封じられたよね。上からもダメ。で、下からフェリーで行けか。南アメリカに行けってことか、要は。南米からがいいってことだよね。で、ホストビに見るか、とりあえず。ホストビ見て南米だな。もしくは、ちょっと一旦、あれだな、給油する？ただ、貧乏神いるから、何がいいんだ？ソヤパンゴ、フォールドフランス、あ、フォールドフランス！これええやん。どうせフェリーだよね、これって確か場所ね。だんだんね、売り場の場所とかも覚えてき始めましたよ。うん、ただね、ゴーダストビとかあの辺が売ってる売り場がね、どこですかって言われたらパッと出てこない、俺正直。ごめんなさいね。下手くそというかね、記憶力が悪いですよね、僕ね。24億円か。ポイントって何か買える？うわ、ジェット1枚か。当てにならねえな、じゃあ。星飛び、超音速、ライトニング、ジェット音速。音速ぐらい持っとくか。ロックライト必要かったしな。ただ24億の価値があるかって言われたらちょっとわかんない。なんか、目的地3回入っても。いや、でも、8回全部入れば、連続ボーナスが単純にでかいか。持っとこう、じゃあ。一応ね、飛べる選択肢が増えるのはすごくいいことだし。うん。シャッフル。いかつい、なんでどういうことマジでわからん。マジでわからん。その動きはなんだお前。どういうことなのねえ。